ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。私、とっても面白い映画を見たの。へえ、なんて題名の映画だ？中田井達也さんが主演の、影武者よ。1980年に作られた黒沢明監督の映画だな。主演の中田井さんが素敵なのはもちろんだけど、他のキャストさんたちもとっても豪華で、見応えのある映画だったわ。それになんといっても、偉い人の身代わりになるそっくりさんの話。そっくりさんって、影武者な。でもマリサ、あれって映画の中だけの話よね？それが実はそうでもないんだ。現実の世界にも、有名人に影武者がいるって噂があるんだぜ。今の世の中に影武者？じゃあ今回は、影武者がいるって噂をされてる有名人を解説してみようか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、ジョー・バイデンだ。ジョー・バイデンってアメリカの大統領でしょ？そうだぜ。2024年11月にアメリカ大統領選挙があるんだよな。大統領が交代するかもしれないのよね。そうだな。実は私、大統領選挙をとっても気にしてるの。どうしてだ？為替と株価が、ね。なるほど。さて、ジョー・バイデンに影武者説が出たのは、2021年1月に、78歳で大統領に就任してからだぜ。どうして影武者がいるって言われてるの？ CNBC というメディアがインタビューした時の映像に、違和感を持った人がたくさんいたみたいだな。どんな違和感？これがその時の画像なんだけど、顔と首の色が違いすぎて不自然だって指摘されたんだ。それってライトのせいじゃない？そうだな。いろんな検証をした結果、ライトの位置でコントラストが際立ってしまった。そう結論付けられたようだ。やっぱりね。だけど違う説を唱えた人たちもいたんだ。どんな説？レプティリアンがゴムマスクをかぶって、大統領になり変わってるって。ゴムマスク。ところでマリサ、レプティリアンって？人型の爬虫類のことだぜ。地球上で人類に紛れながら共存しているエイリアンの一種だな。エイリアン。そこからジョー・バイデンの影武者説や、ゴムマスク説が噂されるようになったんだ。実は、本物はもういないってこと？そうだぜ。ねえマリサ、違和感があったのは CNBC のインタビューの時だけでしょ？それが違うんだ。顔の特徴や耳の形なんかが大統領になる前の画像と比べると、明らかに変わってるって言われてるぜ。それ本当？これはバイデンが副大統領時代に、日本へ会談に来た時の画像だ。何年前の写真？2013年だから、11年前だな。そしてこれが2023年の画像だ。変わったというか、なんというか。ほら、歳を取ると、雰囲気が変わるっていうじゃない？そうかもしれないな。でも顔のパーツを見比べると、年齢で変わったのとはちょっと違うんだぜ。霊夢、この画像を見て。どれどれ？この写真がどうかした？両方ともバイデンさんでしょ？だけどこの画像、左が本物で右は偽物だって言われてるんだぜ。どういうこと？耳の部分をよく見て。右と左では、耳がついている形や大きさが違うだろ？確かにそう言われれば。他にも比較画像があるんだ。今度はこの画像を見てほしいぜ。これって副大統領の時の写真じゃない？写真を撮った時期によって顔の形って違って見えるものよ。それに目線も違うから、そんな風に見えるだけで。でも確かに耳の形は違うわね。疑惑の画像はまだまだあるぜ。細かいパーツを分析してるわ。こうやってパーツを分けてみると、全然違う人物だと思わないか？耳、目、鼻、おでこ、顎や頭の後ろの部分もよく見ると違ってるわ。やっぱり影武者なのかしら？ところでマリサ、右上のサインは何？これはバイデンのサインだな。右側が本物のバイデンのサインで、左側は影武者が書いたサインだって言われてるんだ。ほんと？これなんだけど、右側のサインは、大統領宣言の時の署名だ。そしてこっちは、2023年5月に広島で行われた G7 サミットの時に書いた署名なんだ。サインの形が違うわね。じゃあ、G7 には影武者が来てたってこと？そういう風に言われてる。じゃあやっぱりあの男性は、どっちかがバイデンさんでもう一人は影武者。かもしれないな。さて、影武者がいると噂される二人目は、ヒラリー・ダイアン・ロダム・クリントンだ。クリントン元大統領の奥さんよね。そうだな。2016年の大統領選挙では、共和党のドナルド・トランプと対決したぜ。負けちゃったんだけどね。
そのヒラリー・クリントンに影武者がいると言われたのは、2016年9月11日のことだ。9月11日って、そう、世界貿易センタービルや国防省に旅客機が衝突して、たくさんの人命が失われた日だぜ。あれは衝撃的でとても悲しい出来事だったわ。この日は至るところで追悼イベントが開催されていたんだけど、ヒラリー・クリントンは、ニューヨークの世界貿易センター跡地、グラウンドゼロで行われた式典に参加していたんだ。ふむふむ。クリントンの陣営の話では、式典に90分間出席した後、体調不良を訴えて途中退席。退席する時の映像には、足元がフラフラして一人で立つこともできず、周囲から支えられて車に乗り込む様子が映っていたぜ。それは大変じゃない。忙しすぎて体調を悪くしたのかもしれないわ。その後、車はニューヨーク州チャパクアにある自宅へ向かい、主治医の診察を受けたんだ。病院じゃなくてよかったの？よかった。というか、自宅じゃないとダメだったんだ。ダメ？どうして？ちゃんとした理由があったんだ。理由？後日出た診断結果は、肺炎と脱水症状だったらしい。そうだったんだね。ところでマリサ、病院じゃなくて自宅へ帰った理由は？それにこの話にはまだ影武者が見当たらないわ。霊夢、理由はそれなんだ。それ？自宅で休んだ後、体調が良くなったヒラリー・クリントンは報道陣の前に姿を現したぜ。回復してよかったわ。実はこの女性が影武者だって言われてるんだ。ええー、どう見てもヒラリーさんだけど？影武者だから似てるだろうな。これが横から見た画像だ。右側は顎から首にかけて、ちょっとだけシュッとしてる感じがするわね。耳を拡大すると、形が違うって意見もあったぜ。ああ、確かに。戻ってきたヒラリー・クリントンの顔が、若返って見えることに違和感を覚えた人たちが、影武者説を唱えているようだな。ねえマリサ、具合が悪いならお休みすればいいのに、どうして影武者を使ってまで元気な姿を見せないといけないの？霊夢、この話の初めに大統領選挙の話をしただろ？トランプさんに負けちゃったって話したわ。その選挙は何年の何月にあったか覚えてるか？2016年11月。そうか。追悼イベントの2ヶ月後だわ。わかっただろ？11月に選挙を控えていたから、健康に不安があるって思われちゃダメなんだ。だからじゃないかって推測されてるぜ。なるほど。身の危険があるからじゃなくても、影武者って必要なのね。続いて、影武者がいると噂される3人目は、ボロディミル・ゼレンスキーだ。ウクライナの大統領ね。ゼレンスキーは元コメディアンで俳優もしていたんだぜ。国民のしもべっていう映画で、大統領に当選した教師の役を演じたこともあるんだ。そうなんだ。大統領としてのお顔はとっても渋くて素敵だけど、若い時もイケメンさんだわ。さて、現在ウクライナはロシアとの暗い関係が続いてるぜ。一般市民が犠牲になってるのを見ると、とっても心が痛むわ。早く収束して平和になるといいな。本当にそう思う。そしてそのウクライナに、アメリカはいろいろな軍事支援をしてきたんだ。さらに2023年2月、バイデン大統領は予告なしにウクライナを電撃訪問したぜ。ゼレンスキーさんびっくりしたでしょうね。そうだろうな。その時ポーランドのテレビ局が撮った写真がこれなんだ。あら？マリサ、ゼレンスキーさんにそっくりな人が後ろに写ってるわ。そっくりに見えるよな。この写真が出た時に、ゼレンスキーの影武者じゃないかって噂が広まったんだ。確かに似てるけど、影武者って本人と一緒に行動していいの？普通はないんじゃないかな。スターリンの影武者をしていたフェリクス・ダダエフは、スターリンとは一度、それも5分しか会ったことがないって話してたからな。スターリンの影武者、どっちが本物？右側だぜ。考えてみれば、本物と影武者が一緒にいたら影武者の意味がないもんね。そうだな。このゼレンスキーの影武者って噂された人も、影武者じゃないことがわかったんだ。そうなの？この男性の名前は、マキシム・ドネツ。2019年頃から大統領の警備をしている、大統領府警備責任者だった。ただのそっくりさんだったってこと？遠目に見ると似てるよな。大統領と間違われて、狙われることがあるかもしれないわね。何があるかわからない情勢下での警備責任者だからな。もしかしたら、そういうことも含めて似せてる可能性も考えられるぜ。国のトップを警備するって大変だわ。さて、影武者がいると噂される4人目は、ウラジーミル・プーチンだ。ロシアの大統領でしょ？そうだな。
ウラジーミル・プーチンは、1999年12月から大統領の代行をした後、2000年5月から2008年5月まで大統領に就任。そして、2012年5月から現在までロシア大統領の座にいるんだぜ。2008年から2012年まで大統領じゃなかったんだ。でも2012年からずっと大統領だったのね。すごいわ。2024年の3月にロシアの大統領選挙が行われる予定だけど、今のところプーチンが圧勝のようだ。プーチンさんってそんなに人気なんだ。国民から本当に支持されてるのかわからないけどな。そんなプーチンも影武者や替え玉がいるって噂があるんだ。ねえマリサ、プーチンさんってどんな人だったの？ウラジーミル・プーチンは元 KGB の職員だったんだぜ。KGB？ ソビエト連邦時代にあった組織で、簡単に言うとスパイだな。スパイをしていた人が大統領になったの？すごいわね。KGB 時代は東ドイツに潜入していたから、ドイツ語が堪能なんだ。霊夢、このドイツ語が堪能な部分、とっても大事だから覚えておいてくれ。わかったわ。ところで、プーチンさんに影武者がいるって噂には、何か証拠でもあるの？まず元プーチン大統領夫人が、ドイツ新聞、ディベルトの取材に対して、衝撃的な発言をしてるんだぜ。なんて話したの？私の夫はだいぶ前に泣き物にされた。え？泣き物にされる1ヶ月前、何の警告もなしに私と娘たちはどこかへ連れて行かれ、夫は完全に消息を絶ったのです。あるよ、数人の人たちと共に、私と娘たちは自宅に戻りました。彼らは書類の全てに目を通し、家中をめちゃくちゃにしていきました。そして、彼らは私に、命が惜しければ何も言うなと脅し、その数日後に彼の代役、影武者が現れました。はわわわわ。娘を人質に取られて、影武者との結婚生活を強いられた夫人は、反体制勢力の助けによって脱出し、プーチンと離婚。今は国外で生活をしているんだぜ。テレビに映ってるプーチンさんって、影武者だったの。ちなみに、元夫人はロシア国民から非国民扱いされてるって噂だ。それって、誰もその話を信じてないってこと？そうだろうな。マリサ、他にもプーチンさんに影武者がいるって証拠はある？そうだな。よく言われるのが、顔が変わったってやつだな。バイデンさんやヒラリーさんみたいに？そうだぜ。こんな感じだ。ええー、全部同じ顔に見えるけど。他には耳を検証した画像もあるぜ。耳の形、違うわね。顎も違ってるんだ。ほんとだ。こうやって比較してみると、同じ顔に見えたのが全員違う人に見えてきたわ。ほんとに影武者がいるのかもしれないわね。実際に影武者が活動していたかは定かじゃないけど、影武者計画があったのは確かみたいだな。そうなの？2020年2月のニュースで、国営タス通信がプーチンに行ったインタビューの中で、過去に影武者計画があったことを、プーチン本人が告白したんだ。ええー。だけどプーチンが反対して実現しなかったらしいぜ。じゃあ影武者はいなかった？どうだろうな。もう一つ面白い話があるんだ。面白い話？2012年にドイツのメルケル元首相とプーチン大統領の会談があったんだけど、その時プーチンのドイツ語のアクセントに違和感があったらしい。ドイツ語のアクセント？メルケル元首相は、2005年11月から2021年12月までドイツの首相だった人だ。もちろん何度もプーチン大統領とも会談したことがあるんだぜ。そして2012年以前の会談では、プーチンのドイツ語に違和感はなかったそうだ。そうだ。ねえマリサ、プーチンさんって確か KGB の時東ドイツに潜入してて、ドイツ語が堪能って言ってなかった？ちゃんと覚えてたな。えへへ。それに2012年以降って言ったら、一度大統領を退いた後に返り咲いた時期じゃない？そうなんだ。このことから、2012年以降のプーチンは影武者じゃないかって言われてる。すでにこの世にいないのか、それとも身の危険を感じて影武者を揃えてるのか。霊夢、こんな話もあったぜ。BSTBS の、報道1930が、プーチンの影武者が本当なのか、専門家に噂される映像を分析依頼したんだ。へえ、面白そうね。用意した映像は、2022年7月のイラン訪問、2022年8月エルドアン大統領との対談、それから2022年12月のクリミア橋視察、2023年3月のセバストポリ訪問、マリウポリ訪問、2023年4月のヘルソン訪問だ。この画像をどうやって検証したの？顔認証システムを独自に開発する民間企業、トリプルアイズに持ち込んだんだぜ。顔認証システム？
目や鼻、口の形や輪郭など500以上の特徴を AI で解析して、本人かどうか確認するんだ。AI で、それでどうだったの？結果は、2022年12月のクリミア橋視察が一致度 53%、2023年4月のヘルソン訪問の一致度が 40% だった。それはどのレベル？本人ってこと？プーチンのそっくりさんって言われてる人は、一致度が 35% だったそうだ。じゃあ、本人じゃない可能性が高いってことになるわね。そういうことだな。プーチンさんって何人の影武者がいるんだろう？並べて見てみたい気もするわ。今回は、影武者がいると噂されてる有名人を解説したぜ。私、影武者なんて映画の中だけの話だと思ってたわ。今回解説したのもあくまで噂だから。でも本当かもしれないんでしょ？本当だとしたら、どうして影武者を使わないといけないんだろうね。そもそもは、権力を持ってる人が自分の身の安全のためにとか、敵を欺くためって言われてるな。プーチンさんは自分の安全のため、バイデンさんとヒラリーさんは誰かを欺くため？今回の話の内容で判断するとそうなるぜ。国のトップにいる人って大変。だけど SNS や AI が発達してきてるから、すぐバレちゃいそうよね。そうかな？いろんな技術が発達してきてるからこそ、本人そっくりな影武者を作ることができて、もしかしたら、影武者が本人になり変わってしまう。なんて未来もあったりして。想像できちゃう怖い未来だわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。